いとことさらめきて、御相続をもやつれたる仮の御像を立てまつり、様を変え、顔をも、ほの見せたまわず、呼ぶかきほどに人を沈めて出入りなどしたまえば、昔ありけん者の変化めきて、歌て思い嘆かるれど、人の御恩気配、はた手探りも知る気技なりければ、たればかりにかはあらん。なお、この好き者の恣意でつる技なめりと、太夫を疑いながら、せめてつれなく知らず顔にて、かけて思いよらぬ様にたゆまずあざれありけば、いかなることにかと心得がたく、女方も怪しゅう、よう疑いたる物思いを何しける。で、源氏の君は大層ことさらめいて、特別の配慮をしてお召しになっている衣類などもやつれたる仮の御恩像を建てまつり、すっかりこう姿をやつした仮衣をお召しになり、ね、普段着の能紙なんかよりもさらに一段と略装である仮の時に着るその仮衣ですね、今は神さんなんかも冠をつけてちゃんとした格好では、あの仮衣っていうのが一番あの略装であるわけです、脇が開いていまして、そして、軽やかに振る舞うことができる、だから仮に着ていくわけですけど、これは貴族のこういう身分の高い貴族の服装としてはもう普通の状態で、めったに着ることはないわけですね。それこそ狩りなんかに出かけていくときぐらいしか着ないものです。それを お着になって、だから大層身分をやつした狩りの装束をお召しになり、様子をすっかり変えて、顔をもほの見せたまわず、ご自身の顔はちらりともお見せにならず、そしてすっかり夜が更けた頃に人を沈めて出入りなどしたまえば、友人なんかもほとんどお連れにならないで、人がすっかりこう寝静まった頃にお忍び で出入りなさるから昔ありけん物の変化めきて、昔話にある物のけ妖怪変化の恋のような様子めいて、これはもう少し後にまたもうちょっと詳しい言い方で出てきますから、その時に申しますが、こういう神だとか、あるいは変化のものが姿をやつして人間の女性のところへ、素晴らしい力を持っている女性のところへ忍んでくるって話は神話にも昔話にもたくさんあるわけですね。まるでそういうその神話昔話の中の主人公の変化めいたもののような感じがしてくるわけですが、歌て思い嘆かるれど、歌っては状態のやはり極度に著しいことですね。大層思い嘆かれるけれども、でもつまりこれはだから歌って思い嘆かるれどはここから女の思いですね。女の方では源氏の君は人を沈めて出入りなどしたまえば、昔ありけん物の変化めきて、昔話にあるようなまるで、化け物めいた感じで、で女はひどくその様子がそんな風にして通ってこられる男気味の
ことが思い嘆かれるけれども、でもその人の恩気配、はた手探りも知る気技なりければ、その人のなんとなく感じられる気配、それから手探りに感じ取ることのできる状態、それも知る気技、かなりこうはっきりとした手応えのあることだからして、まさか妖怪変化なんて考えられない。たればかりにかはあらん。一体どんな身分の方なんだろうかしら。そんな妖怪変化でないことはもちろん、身分のほどもかなりの方だというふうな感じがしているわけですね、女の方でも。で、手探りにも知る気技なりければ、たればかりにかはあらん。どんなご身分の男君かしら。と、なお、この隙物の仕入れてる技なめりと、太夫を疑いながら、でも、これはやっぱり、例のあの、公職男、隙物が原因でこんなことを仕掛けたことなんだ。というふうに、太夫っていうのは、五位の身分の男を言う言い方ですが、あの隙物の太夫の仕業なんだわ、と疑いながら、でもその当人のこれみつが、せめてつれなく知らず顔にて、せめて全くそんなこと自分関係ないよ、そしらぬ顔でかけても思いよらぬ様にたゆまずあざれ歩けば、そんなことを心にかけても思ったこともないような様子で、せっせせっせとこの家へやってきて、あたり勝手に振る舞っているからいかなることにかと心得がたく、一体どうなってんだろうと、なんとも納得のいかない様子で、女方も怪しゅうよう高いたる物思いを何しける。この女の方でも、その周りにいる者たちも不思議に、なんとも場面が見当違いな感じがして、困っているというような状態ですね。怪しゅう思い互いたる物思いなしける、現代の時代と違いますから、霊的なものと人間の生活ってものが極めてこう接近している、まあこう高校として日の光の届いている、そういう時間帯っていうのは大体人間の時間ですけど、前言ったように、しかしその人間の時間帯の、あるいは人間の世界のところにもふわっとこう折りあらばっていう不思議な霊的なものが紛れ込んでくる。まして、その恋の時、夜の暗い時間帯、霊的なもののもっぱら行動する時間帯のことですから、多くはどんなものが紛れ込んできているか分かんないような感じがいつでもしているわけですね。だからその人間的になんか変だ変だという疑いというよりも、より多くは受け入れてはならない、人間の女が受け入れてはならない、なんかとんでもない見当違いをして、霊的なものの訪れを受けているのではないかというふうな
懸念もあるわけですね。そういうところが、単に男の素性を単純に怪しんでいるというだけ ではないんですね。もちろんそれもありますけれども、こういう文章を見ているとやっぱり夜の闇の力って言いましょうか、暗闇の時間帯空間帯というふうなものからいつもこの時代の人々が感じていた圧迫感というふうなものが感じられてきますよね。芥川でしたよね、もしお前を優美なそして恋の細やかな行き会のある平安町の時代へ戻してやると言われたら、俺はとってもとってもそんなこと考えただけで肌屋に泡が生じてくる。花の都王子と言ったってもう黄昏が来て、そして辺りが暗くなってしまったら、その角をひょいと曲がれば延々と炎の中に燃えて炎に燃え立つ不動明王がすっくとそこに立っているんだろうし、狐の化けた女がチラ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 と動いているんだろうし、そんなこと考えただけでもとっても恐ろしくって、俺なんかそんな世界に片時もいることはできないというふうに言ってるわけですけれども、まあそういうちょうど幼い子供、この現代社会の大人の常識なんかを持たない以前の子供が夜の闇を恐れる、そういう感覚がこの時代の人々には非常にまた強く生きているわけですね。私なんか特にそうですが、全くこう照明も何にもない真っ暗な夜になってしまえば、真っ暗な山あいの谷間の一軒家に育ったわけで、電気なんかもちろん来ていませんし、夜は石油が極度に不自由な戦前戦中ですが、暗どんで菜種油で暗どんで夜は寝てしまうと、ぼーっと部屋の隅に暗どんが一つ灯っている、暗どんの、まあ、一色光ぐらいですよね。明るさっていうのは、かえって明るさがあることが恐ろしい。ほんならもう真っ暗の方がまたいいと思うほど不気味な明るさなんです。なるほど、こういうの暗さ、この程度の明るさの中で昔の人の考えたさまざまな妖怪変化、調理をばっこするはずだという感じがいたします。今度は伊豆から目黒へ移ってきて、高校とした昼夜営業の店がいっぱい駅前に並んでいるところに住んでます。でもああそうかと思った。1週間ほど前、その入り口の明るいところですよ、ただ大きなクスノキが3本ほどあって、その下はちょっと暗い、ちょうどその建物の中からパーッと出てきた3つぐらいの子供が、あ、暗いって言って、なんか呆然としてそのクスノキの、ね、小杖を見上げて、その少しこう周りよりは暗い、でも目のいい人ならば十分こう新聞ぐらい読めないことはない、その程度の明るさなんだけども、明るいところから出てきて暗い、あ、暗い、いかにも不気味な感じを感じているような声を出していましたけど、あ、この子はちょっと、つまり闇のちらりとした片鱗を今感じてんだなと思いましたけれど、